はいどうもサックでーす。たかしーでーす。今日はですね、イシューから始めよう、知的生産のシンプルな本質という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、やるべきことは100分の1になるということでね、こちらの本をご紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本は知的生産能力を圧倒的に高めるための本になります。もう言わずと知れた名著ですよね。もう読んだことある方も多いかなと思うんですけども。確かによく聞きますけどね。そうなんです、まあ、ただまあ本当にいい本なんで、読んだことある方もこの機会にもう一回この動画で、ね、復習してみてほしいなと思うわけですよ。はい、はい、ということで内容いくんですけども、まあ、著者曰くですね、これまで見てきた圧倒的に生産性が高い人には一つ共通していることがあると。共通点、はい、言うんですね。まあ、それがですね、彼らが一つのことをやるスピードが10倍速いわけではないっていうことなんですね。なんかスピードはめちゃくちゃ速そうに感じますけどね。感じるんですけど、そんなに速いわけじゃないと。あ、そうなんですね。そうなんです。でこのことに気づいてから、じゃあ彼らは何が違うんだろうと、知的生産の本質って何なんだろうっていう問いの答えを探し続けてきたらしいんです。はい、そうしてついにですね、本当に優れた知的生産には共通の手法があるっていうことに気づいたらしいんですね。ほう、気になりますね。それこそがイシューから始めるっていうことなんですよ。イシューが分からん。そうなんです。イシューが分からん。イシューが分からんと、なんだイシューってなるんですよ。イシューっていうのは簡単に言うと、何に答えを出すべきなのかっていうのを見極めることなんですよね。まあ、これでもちょっとよく分かんないですけど。え、トンチ？じゃあ、まあ、これ後で解説しますんで、まあ、なんせこれを見極めることが知的生産を行う上で最も大事だというふうに著者は言うんですよね。でなぜこれがそんなに大事なのかっていうのを今回解説していくわけなんですよね。はい、今回はそんな本書からイシューを見極める、そして良いイシューの3条件、最後にイシューを特定する、この3つのトピックを解説したいと思います。明日から最高の知的生産をしたい方はぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょうか。はい、お願いします。サックとタカシーのおしゃべり本要約。じゃあまずイシューを見極めるっていうところなんですけども、まあ、さっきからねイシュー言うとりますけども、まずこれが何なんやっていう話。いや、説明してください。こっから説明したいです。イシューっていう言葉は検索しても日本語でほとんど説明がないらしいんですよね。じゃあもう分からないじゃないですか。そうなんで、まあ、著者の言うところのイシューの定義、こちらを解説したいんですけども、著者の言うところのイシューの定義は、2つ以上の集団の間で決着していない問題、もしくは根本に関わる、もしくは白黒はっきりしない問題。これややこしいですよね。これこういう定義してる。全然全然ややこしい。簡単に言います。簡単に言うと、まだ答え出てない問題なんだけど、絶対答えを出しておいた方がいい問題。ああ、こう言ってくれたらね、まだ分かりやすいですね。つまりイッシューを見極めるっていうのは、何に答えを出すべきかっていうのを見極めるっていうことなんですよね。人っていうのは往々にして問題って聞くと解くものだっていうふうに考えがちなんですけど、まずすべきなのは、この問題は本当に解く必要があるのかっていうふうのことを見極めること。そもそもの。そうなんですよ。それが一番大事なんですよ。ここを見極められていないと、問題は解いたはいいけど全く意味のない仕事だったっていうことになりかねないんですよね。はい、どれだけいい答えを出せたとしても、その問題自体が解く必要のない問題なんだったら、その答えって全く意味のないものになりますよね。はい、なのでもうそもそも論なんですけど、問題をどのように解くのかじゃなくて、解くべき問題は何なのかっていうのをまず考えることが大事だということを言うんですね。これがイシューから始めるってことなんですよ。なんとなく分かっていただきました。そうですね、問題用紙がそもそもこれ、この問題は解いた方がいい問題なんですかみたいな。そういうことなんですよ。このテストはやった方がいい問題、このテストって僕やる必要ありますっていうことですか。そういうことなんですよ。そういうこと、そういうこと。これ先生に学生時代言ったら、はい、多分どえらいことになる。まあ殴られるかもしれないなんですよね。なんでそこに時間を割く必要あるのかということをまず考える、はい、それがイシューから始めるってことですね。はい、これイシュー見極めるっていうところです。じゃあ良いイシューの3条件っていうところの話をさせてもらいたいんですけど、はい、まあ、イシューを見極めることが大事なのは、まあ、なんとなく分かっていただけたと思うんで、はい、じゃあ良いイシューっていうのがどんなもんなんか、この答えは解くべきだなっていう問題はどんな問題なんかっていう話じゃないですか。はい、なんでそれには、ね、3つの条件があるんですよ。その条件をちょっと解説したいと思います。まず1つ目、本質的な選択肢であるっていうところですね。インパクトがあるイシューっていうのは何らかの本質的な選択肢に関わってきます。
右なのか左なのかっていうその結論によって大きく意味合いが変わるものでなければいけないんですよ。うん、右行くのと左行くのって全然違うじゃないですか。そうですね、真逆ですから、ね、そうなんですよ。なんでそれをまず結論として出す必要があるんですよ。次右に行くのか次左に行くのかっていうのをまず結論として出す必要がある。それがいいイシューなんですね。例えば科学分野で言うと地動説か天動説かみたいな話あるじゃないですか。まあ、そうですね、地球が動いてるか宇宙が動いてるかですよね。そうそうなんです。この結論によって今後の研究とか見解大きく変わりますよね。これこそがいいイシューと言われるんですね。ちょっとこれでも分かりにくいなっていう人はビジネスで例えさせてもらいます。ビジネスで言うとどうかっていうと、例えばある食品メーカーにおいてある商品 A が売れないっていう問題を検討しているとするじゃないですか。この場合出てくるイシューとしては A に商品力がないのか販売方法が良くないのかとか出てきますよね。でどちらであるかによってその後の戦略大きく変わってきますよね。はい、A に商品力がないのか販売方法が良くないのかによって戦略がもう全然違ってくるわけですよ。うん、これがいいイシューなんですよね。なんとなく分かっていただけたかなと思います。まあ、ここで注意すべきなのはなんちゃってイシューになってしまうこと、これはね注意しないとダメなんですよ。例えばある飲料ブランドが低迷しているとして今のブランドで戦うか新ブランドを立ち上げるかっていうイシュー立てるとするじゃないですか。はい、しかしこのイシューねあんまりいいイシューじゃないんですよ。なぜなら今はっきりさせるべきはなぜブランドが低迷しているかっていうところだからなんですね。あ、確かにね。そもそも市場自体が縮小してるんかそれとも競合との争いに負けているんかその低迷している理由が分からなければそもそもブランドの修正っていうのがいいイシューなのかどうか分かんないわけなんですよ。そうですね。そうなんです。そこにアプローチしても意味がないかもしれない。意味がないかもしれない。効果が薄いかもしれない。そうなんです。そうなんです。っていうことでこのなんちゃってイシューになってないかっていうのは見極める必要があるんですね。なんかついつい行きがちだと思いますよね。なんか目の前の問題を発展して、ね、あこの問題解かなとかこの問題なんとかしなきゃみたいな。なりがちなんですけどね。そもそもなんとかしなければいけない問題かって思うこと、ね。そうそうなんです。そうなんです。ほんまにこれは答えを出すべき問題なのかっていうのを常に考えなければいけない。別にほっといてよくねっていう問題もあるかもしれないです。そういうこと、そういうことなんです。なんで本質的な選択肢であるかどうかっていうのをまず見極める必要があるということですね。じゃあいいイシューの条件2つ目、深い仮説があるっていうところですね。まずいいイシューっていうのはある程度強引に仮説を立てる必要があります。なぜならですね具体的に仮説に落とし込まないと答えを出し得るイシューにならないからなんですよね。この辺ちょっとややこしいんですけど、例えばですね〇〇の市場規模はどうなっているのかっていうのは単なる設問なんですよ。これを〇〇市場は縮小に入りつつあるのではっていう仮説を立てることで答えを出し得るイシューとなるわけなんですよね。イシューっていうのは白黒はっきりさせてでどっちに進むかっていうのを道を決めることなんで、〇〇の市場規模はどうなっているのかっていうのはただの設問なんですよ。これをこっちなんちゃうかっていう仮説立てて話を進めていくことでこれいいイシューになり得るんですよ。ちょっとややこしいんですけど、ね、ちょっと仮説が大事ってことですね。そうなんですよ。なんせでこの仮説を深くすることがいいイシューの条件となり得るわけなんですね。じゃあ仮説はどのように深くするのかっていうところなんですけども、まあ、分かりやすい方法が常識を疑うっていうことなんですよね。先ほど地動説と天動説例に挙げたんですけども、これも常識を疑った結果ですよね。要は今までずっと天が動いてるっていうのが常識だったわけじゃないですか、はい、それをこれもしかして地球の方が動いてるんじゃねっていう常識を疑った仮説、つまりイシューを立てたわけですよね。これビジネスで言いますと拡大してるって言われてる市場実は縮小してるんじゃねとか、販売数伸ばした市場実は販売数伸びると利益下がるんじゃねみたいな、ちょっと常識とは真逆のような仮説を立てることでいいイシューになり得ることがあるということを言います。こういった仮説多少強引でも立てることでいいイシューを見極めることができるんで、まあ、なんせ強引にちょっとか常識を疑いながら仮説立ててみようということを言っております。はい、これは深い仮説があるっていうところですね。じゃあいいイシューの条件3つ目、答えを出せるっていうところですね。本質的で深い仮説があるのにいいイシューではない場合があるんですよ。それが明確な答えを出せない問題、こちらなんですね。既存のやり方とか技術ではどうしても今解けない問題っていうのはあるじゃないですか。はい、例えばですね今こうワープ装置とかあったらどこでも行き放題ですよね。でも今の技術ではワープ装置ってまあ作れないじゃないですか。まあそうですね、ほぼ不可能ですよね。
こんな感じで、まあ、ありふれた問題だったとしてもそれを解く方法が未だはっきりしてないっていうのは多いんですよね、はいはい、なのでそもそもこの問題っていうのは今答え出せる問題なのかどうかっていうのを検討する必要もあります。そして解けない問題にはそんなに時間を割いてもしょうがないわけですね、まあ、解けない問題に時間割いてもね、そうなんです、解けませんからね。そうです解けないです。なんでこれは今の技術とか今自分が持ってるもので解けるのかどうかっていうのも結構大事なポイントだったりするんですよね、はい、結構まあそもそも論なところありますけども、これが非常に重要なポイントです。なのでいいイシューっていうのは本質的な選択肢であって深い仮説があって答えを出せるもの、はい、これがねいいイシューなんですよね。良いイシューの3条件分かっていただけたかなと思うんで、はい、では3つ目のトピック、イシューを特定する、こちらに行きたいと思います、まあ、ということでね、いいイシューの条件も分かったじゃないですか。この3つを満たせばいいわけですよ。でもそのイシューを特定するのが難しいんですよね。いやどうやったらそんな条件の揃った問題見つけられるのって話じゃないですか、まあ、確かに少なそうですね。そうなんです、それを見つけるのが難しいですね。なのでそのためにするべきなのは考えるための材料をざっくり集めること、こちらなんですね。つまり大枠の情報を集めて対象の実態について肌感覚を持つ必要があるんですよ。まずは情報、考えるための情報がいるんですよ、うん、ということでここではそのいいイシューを発見するための考える材料の見つけ方っていうのを解説したいんですよね、うん、そもそもいいイシューを見つけるためには考えないといけない、そして考えるためには材料が必要なんです。つまり情報が必要なんです。なので材料の情報収集のコツは3つあります。1つ目、一次情報に触れるっていうことですね。一次情報っていうのは誰のフィルターも通ってない情報のことです。例えばものづくりの場合だったら現場の人の意見とか、販売の場合だったら販売の現場、顧客の意見、研究の場合だったらその研究をしている人だったり手法を開発した人の話、生のデータというか生の情報というか、そうなんですよ、これが一次情報です。まあ、あまりに基本的なことかもしれないんですけども、これを呼吸をするようにできる人は少ないということを著者は言います。優秀で頭のいい人ほど一見すれば効率のいい二次情報から情報を得たがりがちなんですよね。二次情報っていうのはなんかさ、そういった情報が取りまとめられたものが二次情報、そうですね、誰かがまとめたものとか、誰かの意見が入ってる情報とかですね。しかしね、これ命取りになるんですよね。なぜかというと仮説を立てる前に他人の色眼鏡をつけてみた情報っていうのをベースにしてしまう、あ、だから命取りになっちゃうんですよ。現場で何が起こっているのかっていうのを見て肌で感じない限り理解できないことっていうのは結構多いわけなんですよ。二次情報から得る情報を得る方が手っ取り早く感じるんですけども、その二次情報を作る上で弾かれた情報こそ重要であることが多くて、それは現場で直接見たり聞いたりしないと得られないわけなんですね。なので数日間は集中的に一次情報を触れるっていうのを著者はおすすめしております。なるほど、はい、なんでまず一次情報に触れましょうということを言っております。ではコツ2つ目は基本情報を調べる、こちらになります。2つ目のコツは一次情報から得た感覚を持ちつつ世の中の常識、基本的なことっていうのを調べることになります。つまりこれから取り組む課題領域における基本的な知識をざっと抑える、これが大事なんですね、はい、例えば数字ですよね、はい、この今から取り組む課題のシェアとか1日あたりの利益率とか在庫回転率とか、まあ、そういった数字をまずは調べる。まあ、他にもこれ知らないとその分野の人と会話できないよっていうような知識、まあ、こういったところだったりとか、これまで課題がどのようにして整理されてきたのかとか、そういったところをまあ知っておくわけですね、まあ、こういったところを知ることによってまあ基本情報を得ることができるわけですよ。で次のところでも紹介するんですけど、このざっと抑えるっていうのは結構大事なんですよね。きっちり調べるんじゃなくてざっと抑えよということを言うわけなんです。ざっとね、そうなんです。これがコツ3つ目なんですけど、集めすぎない、知りすぎない、これも大事です。難しい、そうなんですよね。第3のコツは意図的にざっくりやるっていうことなんですよね。つまりやりすぎないっていうことです。情報っていうのはありすぎると知恵が出なくなってしまうものなんですよね。情報を集めすぎてその分野のことを知りすぎてしまうと自分ならではの視点っていうのがゼロに近づいていってしまうというふうに言われております。要は知りすぎているがゆえにその世界のタブーとか常識に縛られてしまって新しい知恵とかひらめきが出なくなっちゃうんですよ。あ、まあ、固定観念にね、そうなんです、襲われるというか、そういうことなんですよ、まあ、よくですね、一流の会社が大金払ってコンサルティング会社にコンサルお願いしてたりするケースよくあると思うんですけど、これも要は自分たちでは知りすぎて知恵が出ないんで知りすぎていない外部から新たな風入れてもらってるんですよね。やっぱり第三者の意見って大事ですよね。そうなんですよ、むちゃくちゃ大事なんです、うん、これ新しい分野の勉強をした人ならわかると思うんですけども、
新しい情報を得ていくときって、初めはいろいろ引っかかりがあったりとか疑問抱くじゃないですか、うん、これ意外に新入職員とか中途就職の人がいい意見言ったりするっていうのは多分これやと思うんですよね、うん、だそういうのが結構大事だったりするんですよ。なんでこれ集めすぎちゃったり知りすぎちゃったりするとそういうの出なくなっちゃうんで、うん、なんでざっくり情報を集めて、この引っかかりとか疑問っていうのを抱くぐらいのところで止めとけよっていうことを言ってるんですよ。その引っかかりとか疑問が世のうちのうち聞いてくると、そうなんです、これがいいイシューにつながるということをね、著者が言ってるわけなんですよね。これちょっと難しいですけど、なんせこの一次情報に触れて基本情報を調べて、さらに集めすぎない知りすぎないっていうコツをつかんだ上で情報を集めると。でこの集めた情報によってこれは本当にいいイシューなのかなっていうのを3条件に照らし合わせながら見つけていくんですよ、問題を、うん、で問題を見つけれたらそれを、どんどん解いていくということになっていくんです。これがいいイシュー、このイシューを見つけるっていうのが非常に大事になるわけですね。すごい難しい感じしたけど、はい、まあでもこれができるようになれば、はい、すごく問題解決に対しての鍵になるというか、そうですね、うん、気にしました。だから手当たり次第問題解くんじゃなくて、この問題はそもそも解く必要があるのかなっていうところからスタートしようっていうことを著者は言ってます、ね、時間効率も良くなるしね。そうなんですよね、うん、それが、まあ、知的生産の高い人がやってる本質的な方法だと。本当に解く必要がある問題かっていうところから始めて、そうなんです。でそれをこういった条件に当てはめたりとか、まあ、その見つけるために情報収集したりしようっていうことを言うんですね。まあ、この本にはですね、その後のイシューを見極めた後、じゃあそれをどう解いていくかみたいな話も載ってるんで、これ本当に触りだけなんですよ。なんでちょっと気になった方はぜひね、まあ、本書読んでいただきたいですし、まあ、読んだ方ももう一度ね読んでみてもいいんじゃないかなと思うんで、ぜひ庭井さん読んでみてください。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。